こんにちは、アンゴロです。動画お題投票所からお題が届きました。これです。ドーン。BTC の2019から2020の予想ズバリ、アンゴロ目線で。2020年末までのビットコインの予想ズバリ言うと、それは、堅調、起爆剤あり。と予想します。これはズバリなのか？理由を説明します。堅調の理由は2020年5月に半減期を迎えるのと、中国政府によるブロックチェーンの推進が暗号資産の追い風になるからです。中国はデジタル人民元を発行したり、マイニングを許可したり、ブロックチェーン反対派の検閲を強化したり、本気を出し始めました。ビットコインの半減期はマイニング報酬が半分になることを言います。単純計算でマイナーの売り圧が半分になるので、買い優勢の局面が増えて、今まで通り暴騰暴落を繰り返しながらもじわじわと価格が底上がっていきます。半減期は過去2回ありました。1回目の半減期と、半減期の1年後に最高値をつけました。2回目の半減期と、半減期の1年半後に最高値をつけました。そして2020年5月の半減期の後に期待している起爆剤、ドン。ライトニングネットワークの普及が加速。ビットコインは非中央集権通貨の知名度とセキュリティが世界一なので、日常の決済手段に使われ始めたら爆上げは間違いありません。しかしビットコインにはこの欠点があります。ドン。送金時間が長い。処理が増加すると待ち時間が発生する。送金手数料が高い。この問題を解決するのがライトニングネットワークです。ライトニングネットワークを使うと、少額決済を超高速かつ超安い手数料でできるようになります。早いのうまいの安いの。早くて安い理由は、ブロックチェーンの外で取引を実行して最初と最後の取引だけをブロックチェーンに書き込む仕様だからです。例えば A さんがコインを10枚持っていて、 A さんから B さんに1日1枚を10回送るとき、一回送金するたびにブロックチェーンに書き込むのではなく、A さんと B さんの間でペイメントチャンネルという送金経路を作って、ブロックチェーンに書き込まずに二人の間で送金し合います。そして、もう送金しない状況になったらペイメントチャンネルを閉じて、A さんから B さんに10枚送金をブロックチェーンに書き込みます。そして、複数のペイメントチャンネルが繋がってリレー形式で送金するのがライトニングネットワークです。例えば、A さんと B さんのチャンネルと、B さんと C さんのチャンネルがあって、 A さんから C さんに送金する場合、 A さんと C さんが新たにチャンネルを作らずに B さん経由で送金します。つまりライトニングネットワークは最終段階までブロックチェーンに書き込まずに複数のチャンネル内で送金し合うことで早くて安い手数料を実現します。以上がライトニングネットワークの簡単な説明です。ライトニングネットワークの現在の懸念点はセキュリティです。ブロックチェーンの外で取引をするので、ライトニングネットワークにバグがあったらそこを攻撃される可能性があります。2019年9月にこのニュースが出ました。ドーン。ビットコインのライトニングネットワークにバグ、開発者が警告。開発者たちはビットコインのライトニングネットワークソフトウェアの様々なバージョンにセキュリティホールを発見した。アップデートしなければユーザーはお金を失う可能性がある。バグは修正されて問題は解決しました。不安になりそうなニュースでしたが、システムはこうやって強くなっていきます。ライトニングネットワークは2018年3月に公開されて、2020年で3年目です。チャンネル数の増加と、2018年9月はノード数が3300、チャンネル数12000。2019年3月はノード数7000、チャンネル数31000。2019年11月現在はノード数10408、チャンネル数34802。ビットコインビジュアルズのノード数のグラフと、チャンネル数と、2019年に入ってチャンネル数が伸び悩んでいますが、2018年より確実にネットワークが拡大しているので、チャンネル数が急激に伸び始めるか、オンチェーンとオフチェーンを意識せずにライトニングネットワークを利用できるようになったら、ニュースが出る前に仕込む。
投資は自己責任で、利確と損切りは忘れずに。以上、ビットコインの2019から2020の予想をズバリ暗号老名宣伝でした。ちなみに著名人の価格予想を見てみましょう。どう？ソニー紳士は11月までに220万円。残念ながら外れました。ウェブボットは220万円。あと1ヶ月。2020年の予想は、トーマスリーは3月までに1000万円。CNBC は5月までに590万円。ドイツ銀行は5月までに970万円。マカフィー氏は2020年内に1億900万円。わお。ボビー・リー氏は今後9年で5400万円。みんな爆上げ予想。この予想からわかることは何か？そうです。全予想が違うので、価格がいくらになるかは誰もわからないことがわかります。正月イベントはこれはどうかな？お正月だよ、アンゴロー。ビットコイン正月当て大会。アンゴローアルゴリズムに勝てるかな？あっは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 。あっはっはっは。うん。クジラアドレス当て大会の投票数は現在83票。クジラアドレス当て大会は、クジラアドレスの下2桁を的中させた1名に1万円分のビットコインをプレゼントするイベントです。説明欄のリンクから誰でも無料で参加できます。また次回お会いしましょう。早いの、うまいの、安いの。